このチョコレートはお嬢さんみたいに甘くて優しい味がするんだろうな。食べるのが楽しみだ。そして甘くて優しい時間を過ごせるのは檜山さんのおかげっていうね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回は檜山孝臣さんの個別イベントストーリーです。本日ご覧いただくのはこちら、画面一番上の項目、物語に誘われて、見ていきましょう。あらすじはこんな感じです。彼に招待されたのはファンタジー小説の世界みたいな英国風ホテル。すっかり見せられたあなたに彼が教えてくれた秘密の場所とは？優雅で非日常な彼との時間、お届けします。幼い頃、目を閉じてみる夢に、目覚めた朝に希望を抱いていた。お姫様になっているかもしれない。魔法が使えているかもしれない。もちろんそんな夢はただ夢のまま今に至るわけだが、まあなかなか正夢にはなりづらい話かもね。徹夜明け、ふらふらたどり着いた自分の部屋。やっと自分のベッドで眠れる。疲労困憊って感じだね。もういいや、お風呂は一眠りした後で、お肌荒れちゃいますよ。数日ぶりに開けた部屋の壁に黒い残像が見えた。幻覚？そんな疲れてんの？え？衝撃のあまり悲鳴も出ない。あ、これコックローチか。むしろ幻覚であってほしかったね。幸い残像は冷蔵庫裏にすぐ消え、いや、むしろ不幸な事態だ。殺虫剤、確か切れてる。退治できないね。丸める新聞紙も雑誌もないし、そもそも戦う元気がない。まあ、潰すのもあんまり良くないって言うけどね。っていうか、食事中ご覧になってる方はごめんなさい。現実は至って非常である。私は再び部屋を後にし、ドラッグストアへ向かうのだった。まあ、一応配慮してコックローチって言ったんだけどね。はあ、これだけ買えば多分なんとかなるよね。それにしても、眠い。事故とか遭わないようにね。秋空の下、繁華街にはためくのはカボチャ飾りや楽しげなポスター。まあ秋空って言ってるからハロウィンくらいの季節なんかな。駅前の巨大ビジョンから聞こえるのは何やらファンタジックな映画音楽。あ、これ昔流行った魔法学校ものの映画だ。原作小説も流行って学校でもみんな読んでたけど、また映画化するのかな。後の魔法役でしょうか。同じコリーさんのやつね。ああ、今魔法が使えるのなら、間違いなくどんなに部屋を荒らしても虫が湧かない魔法を。現実的なやつ。クソガキ？え？不意に自分の名前を呼ばれた。名字的にね、悪口とも取れるけど。慌てて周囲を見回すけれど、立ち止まっている人はいない。やはりクソガキか。奇遇だな。となると残るは車のみ。しかもこの声は、果たして歩道の脇には黒塗りの高級車が止められていた。サイドウィンドウが下まで下ろされ、身を乗り出したのは、随分と荷物が多いな。檜山さん、本日は代休でしてちょっと買い物を。袋の中は見られたくないタイミングだけどね。自宅に戻るようなら駅まで送るが。優しい。いえいえ、そんな、お仕事中ですよね。もうこっちが代休っていうくらいだから平日なんだろうね。出先から車に向かうところだ。気にするな。それだけの大荷物、お嬢さんの舗装でだけに持たせるには心苦しい。檜山さんのことだから素でおっしゃっているんだろうけれど、まあそうなんでしょうね、きっと。その気遣いがどこか嬉しくなってしまうから立ちが悪い。檜山さんと出会って間もない頃のエピソードになるんだけれども、それにもかかわらずレディーとして扱ってくれると。じゃあお言葉に甘えて、本当に駅までで大丈夫なので。ああ、もちろんだ。まあ檜山さんもお忙しいからね。それにしても袋に大量に入ったバリさんとはなんだ。やっぱ袋の中注目しちゃう。そしてバルさん的な何かご存知ではない。
まあ、檜山さんね、極端な貧乏生活から極端な金持ちに一気に上がってしまったために通ってこなかった道かもしれないね。え？黒い金属管とは随分まがまがしい見た目だな。これは室内に煙を焚いて害虫を駆除するものでして。なんて説明できるか。庶民感出ちゃうもんね。大量の殺虫剤を胸に抱き、私は助手席に乗り込むのだった。なるほどな、これが殺虫剤か。まあ不動産屋の社長さんとしてバルサン的な何かを知らないっていうのは職務上問題ありそうだけどね。はい、恥ずかしながら掃除を怠っているうちに出てしまって、まあ、どうしても暗くって人気のないところに出がちだからね。恥ずかしがることはないだろう。庭園のバラにつく虫を見つけたら俺も自ら薬をまくからな。檜山さんが虫退治ですか？庭いじりするもんね。ああ、大抵の虫は素手で対処できる。村住まいの時に覚えた特技の一つだ。超貧乏時代のノウハウ。それは頼もしいというか意外です。よく言われるが、俺はそんなにひ弱じゃない。クソガキも虫に困った時があればいつでも呼んで構わないぞ。まるで便利屋みたい。そんな気軽に出前頼むテンションで呼べませんって。お高くつくんでしょう。一目で高級とわかる本革のシートに座し、ハンドルを操る檜山さん。 1DK の害虫が出たばかりの我が家にはどう考えても不釣り合いだ。しばらくは暦通りに休めそうなのか？はい、今のところは。レベルとしてマトリの操作状況が気になるのかも。便利屋としてではなく情報屋としてね。例の輸入業者の件は一通り肩がついたようだな。まさか半日前の摘発情報がもう耳に入って？まあ、暦通りに休めるからっていう点もあってじゃないかな。万が一俺が釜をかけただけならどうする？びっくりとした私を横目に檜山さんが唇を吊り上げる。仕事ならばもっと鉄面皮を貫け。まあ、鉄面皮とはズーズーしさとかそういう感じかな。指示ならばもっと緊張を解いたらどうだ。指示はプライベート。そう言われたところですぐに返答はできなかった。檜山さんとの空間をどう位置づければいいのか公私混同しちゃってるね。まあ、プラスとも捉えられるけど、先日檜山さんのお屋敷で短期間お世話になった時から少し悩んでいたりして。ちなみに檜山さんにとって今の時間は？結局出てきた言葉は彼自身への問いかけだった。結局質問を質問で返す形になっちゃったし、こっちも答えてないけど。仕事の合間に訪れた貴重なプライベートといったところか。じゃあ指示の方だね。なるほど。ずっと仕事詰めだと私と話すだけでも息抜きになるってことかな。まあこれはあるでしょうね。社員じゃない仕事仲間っていう位置づけもあるでしょうし。先ほどは何かを見上げていたようだが。あ、映画の予告を見ていたんです。昔流行った映画の新シリーズみたいで。そう言って魔法学校シリーズの話をするとハリーポッター的な感じなのかな。懐かしい。そのシリーズなら俺も学生時代に読みふけったな。まあ、バルさん知らなくっても知ってるくらいだからね。え、本当ですか？私も小学生の頃に夢中になって読んで、実は途中で誰が誰か分からなくなってやめちゃったんですけど。確かにあのシリーズは途中で一気に登場人物が増えるからな。そうなんですよ。しかも全員カタカナの名前だから覚えにくくって。あ、でも魔法の呪文は大体覚えていた気がします。俺も当時必死になって覚えた記憶があるな。まあ、子供っぽいエピソードもあるんだね。確か最初の巻で主人公たちが何度も唱えていた浮遊呪文が、何でしたっけ。あれですよね、その羽ペンを持ち上げる。あ、やっぱハリーポッター的な感じだね。ああ、イントネーションが重要なんだが、エクスペクトパトローナム的な感じかな。二人で首をひねって考えて、肝心要の呪文を思い出したのは二人同時だった。息が合うね。はあ、すっきりした。20年近く経っても思い出せるってすごいですね。物語が持つ力だな。いい笑顔。少年みたいに笑う檜山さん、
初めて見たな。あ、ここでこういう笑みは初めて見るんだ。仕事人として厳しい一面を見ることが多いけど、共通点もあるんだ。いつの間にか車窓に映る景色は見知った住宅街に変わっている。って、檜山さん？ここ、私の家の近所じゃ？お嬢さんともっと話していたくって送らせてもらった。駅までの約束が。悪いが家の前まで送り届けさせてくれ。最初からそのつもりだったんでしょう。そんな、むしろ悪いのはこっちの方ですよ。駅を通り過ぎていたの全然気づかなかったな。あの小説を読んでいたということは、英国ファンタジーの世界観は好きか？そりゃあもう小さい頃は魔法が使えたらどんなにいいかと妄想しましたし。ならば俺が招待させてもらおう。あ、なんか考えがある？え？ファンタジーの世界に？まさかヨーロッパ？いやいや、いくら檜山さんでもそんなことは。近いうちに招待状を届ける。また返事をしてくれ。わかりました。いつの間にか黒塗りの車はお城、元い築うん十年のアパート前へとついている。まるでシンデレラ。これから死闘が始まるとは思えないくらい穏やかな時間だった。死闘っていうのはね、コックローチの戦いね。檜山さんの持つ不思議な引力を感じつつ、私はシートベルトを外した。魔法学校への入学案内でもいい、お城の舞踏会への招待状でもいい、私を特別にしてくれるような何かがあれば。まあ、檜山さんとの出会い自体が特別な感じはあるけどね。そしてすげえ雨。そんな夢とっくの昔に忘れたけれど、そして檜山さんとの関係性も特別なものになっていったらいいけどね。けれど今は檜山さんから届いた招待状を手にしたままでいる。リニューアルオープンを控えたホテルで招待客のみのプレハロウィンイベントを開催。招待客はモニターとしてイベントの率直な感想を述べる。いいのかな、私で。偶然会って誘われたにしては破格の待遇。まあ、本来だったらお金を払うようなクオリティのものを体験できちゃうってことね。今は仕事で利害関係があるわけでもないし、純粋なるただの招待であって。それにしても朝からすごい雨。天気予報は、地方は昼過ぎから雨が降り出し、広く荒れた天気になりそうです。都内は昼頃まで激しい雨ですが、午後から天気は回復に向かい、今都内を覆う雨雲は午後には東へと移動するらしい。千葉県方面へってことね。問題は雲の移動先が見事にホテルの真上ってことなんだけど、このまま車の送迎が来るのを待ってて大丈夫なのか。お、来ました。はい。予定よりも早い時刻、慌てて扉を開けると、藤林さんかな。な、お、ご本人登場。突然の訪問失礼する。本日のイベントだが、キトで招待客を危険にさらす可能性が否定できない。それじゃあイベントは中止に？都内からの招待客は断っている。現地スタッフは残念がっていたが、まあ、千葉県あたりで開催なんでしょうね。不意に白い光がフラッシュを切った。キャ、結構リアルな SE。 ほとんど間を空けず響く雷鳴。これかなり近いんじゃ？理科で習ったやつ。まあ光ってからすぐ音が鳴れば近いってことだよね。檜山さん？空を見上げる彼の顔に一筋雫が伝っている。雨？汗？どっちにしろ急いで来てくれたんですね。ああ、少し気が急いてしまった。時間に余裕を持って迎えに来てくれました。素直にうなずく檜山さんは、雨空のせいかどこかいつもと違って見えた。檜山さんはこの後お仕事に戻られるんですか？いや、予定通り現地に向かう。地方議員が昼頃視察に来るからな。あ、外暗いけどこれ朝なんだよね。イベント自体も本番の予行を兼ねて取り行う予定だ。もっとも参加者は誰もいないが、まあ、単なるリハーサルって感じか。なるほど、お客さんがいないなんてちょっともったいない気もしますけど、安全第一で決めたことだろうし仕方ないよね。宿泊するならば、キトの問題は解決される。
え？もしクソガキにモニターを務める意思があるというのならば招待したい。あ、これを直接誘うために直接来てくれたんだね。うん、俺だったら藤林さんでも行くって言ったけどね。いや、もう違うか。今の言葉は綺麗事だ。再び雷が白く光ってびくりと身がすくむ。お嬢さん、共に雷雲から逃げてくれ。おくどき文句みたいな言い方。手にしたままの招待状を吹き込んだ雨がじわりと濡らした。着いたぞ、お嬢さん。ありがとうございます。わあ。東京から高速に乗り自動車を走らせること数時間。お、結構遠めだね。とある山中を進むと突如別世界が現れた。ここがハロウィンイベントを行うホテルか。空のおどろおどろしさも相まって雰囲気が完璧すぎる。悪天候が功を奏してる感じが皮肉だね。今さらですが、こんな立派なホテルに当日宿泊って大丈夫ですか？天気も崩れますし、皆さんにご迷惑をおかけするんじゃ。宿泊客が一人増えたくらいで対応が苦しくなる規模のホテルじゃない。檜山不動産が抱えるホテルのレベルを舐めるんじゃねえってことね。従業員は誰もが隣接の寮で休めるようになっているし、施設の内部にいれば悪天候も関係ないからな。そういうことなら。というか、私が思いつくようなことを檜山さんが考えてないはずないよね。この謙虚さが偉いよね。私はしっかりイベントを楽しんでモニターとして貢献しよう。そう決めてホテルの玄関に向かい歩き始めると、ヘロー、現実に執事。館から現れたのは塩ビ服を着込んだ外国人男性。 Thank you very much for coming. Can I help you with anything? お越しくださりありがとうございます。何かお手伝いできることはありますかと。しかも話しかけてくるのは完全に英語。ここは現実じゃなくってイギリス？ Could you take care of her, please? 彼女の世話をお願いできるか？あ、突然のことで固まる私を檜山さんが自然とエスコートする。 She is my significant other. 彼女は私の大切な人だ。 Oh! Yes, certainly. かしこまりましたと。まずは彼の案内に従ってチェックインを済ませてくれ。あ、はい。檜山さんが言ったことにやけに反応していたような。多分重要なお客さんだとかそういう話だよね。まあこの辺の会話は聞こえなかったのかな。驚きました。従業員の方は英語なんですね。俺が買い取る前は語学研修施設として始まった場所だ。改装するにしてもその特徴は残した方がいい。もっとも日本語対応オプションもあるが。あ、大丈夫ですよ、英語で。これでも一応薬学論文は英語で書いてますから。やっぱ優秀なんだね、ヒロインも。つまり卒業以降は英語を使っていないということか。図星を刺さないでください。つい言い当ててしまったな。ひどいですよ、もう。すぐ近くで M 檜山さんとの距離にふっと気づいてドキリとする。なんか普段より檜山さんが柔らかい感じが。社長、緊急です。客人の前だぞ。要件は何だ？県議会議員の方が午後の天候もあり来訪時間を早めたいと。わかった、すぐに対応する。檜山さんのまとう雰囲気が厳しいものへと変わった。お嬢さん、悪いが。大丈夫ですよ、ゆっくり楽しませていただきますね。そうしてくれ。あっという間に敏腕経営者へと変わった背中を私は見送ることしかできなかった。ずいぶん広いホテルだな。こっちはイングリッシュガーデンになってるみたい。曇天の下、ホテルの周囲を散策していく。イベントの開催は夕食からで、まだずいぶん時間があった。こう見えてまだ昼過ぎなんだろうね。真っ暗だけど。ん？何台も車が。途中、館に向かう道を何台もの車が走り抜けていく。もしかして、あれが議員の方たちなのかも。視察って、かなり人数が多いんじゃ。少し歩き進むと水路が張り巡らされ、ハスのような花が浮かんでいる。
水路の先にある小屋には花壇が広がり、色とりどりの花が咲き誇っている。この辺も檜山さん監修なんでしょうか。それは檜山さんのお屋敷にある庭園を思い出させる美しさで、本当に花が好きなんだろうな。お屋敷の庭園にいる時と仕事に臨む時の顔が全然違うし、咲き誇る花々の名前はほとんどわからないけれど、じーっと自然の中で呼吸をすると気持ちが和らいでいくのはわかる。ふう。高い木の陰に背をつけて、梢の間から灰色の空を見上げた。この木の名前も咲いている花も檜山さんなら全部わかるんだろうな。樹木版さかなクンって感じでしょうか。相変わらず忙しそうだけど、少しでも時間があればこの庭を一緒に歩けたら楽しいのに。解説付きでね、ギョギョってで、いや何考えてるんだ。わ、ポタリと鼻先に雫を感じる。空から大粒の雨が落ちてきた。まずい、戻らないと。見つけた。突然腕を引かれ、慌てて振り返る。雨が強くなる、こっちが近道だ。あ、ありがとうございます。接待で忙しかったのでは？迎えに来てくださったんですね。敷地は広大だからな、万一迷ったら大変だ。英国の妖精は美しい女性に目がないというだろ。さりげない美女判定。そうなんですね。冗談にしても、それなら私は安全なんじゃ。謙虚って自分で認めるのも悔しいけど。檜山さんは私の腕を引いたまま、雨が降り始めた小道を進む。視察は終わったんですか？ああ、天候の変化を考え先ほど帰らせた。手短にね。地域振興の施策さえ手に入れば、先方はここに用がなかったからな。そういった檜山さんは意味ありげに花々を一別する。雨心配ですか？確かに一切案じていないといえば嘘になる。だが暴風雨に際して庭園を守る策はある。大丈夫だ。本当に檜山さんは用意周到ですね。守るべきものを守るのは当然のことだろう。しかしお嬢さんは守れていないがな。そんなことないと思うけど。え？男性らしい指先が私に触れた。しかもなぜか鼻先に。俺が濡らしてしまっただろう。いや、雨が濡らしたんですけどね。もう英国紳士。いや、あのですね、お願いですから無自覚に緊張させないでください。では夕食の時間まで中でくつろいでいてくれ。英国風パブやビリヤード、書庫も充実させたつもりだ。はい、ありがとうございます。檜山さんはまた仕事に戻られるんですか？従業員とともに風雨の対策に勤しむつもりだ。働くね。ということは肉体労働を？社長自ら。大切な家屋を部下だけに任せるわけにはいかないからな。あっさりと檜山さんはきびすを返し、足早に違う塔へと消えていく。合間を縫って探しに来てくれたんだ。庭のあんな奥まで行って悪いことしちゃったな。夕食の時間までおとなしく室内を散策しよう。彼の仕事を増やしたみたいな感じになっちゃったもんね。とはいえやりたくてやってるんだろうけどね。そう、こうやっておとなしく。ここどこだっけ。早速迷子。英国貴族のマナーハウスを模したという館内は立派な長い廊下が続く。その突き当たりには重厚な扉が鎮座していて、ちょっとだけ中を覗いてみよう。勝手に入って大丈夫？試しに扉へ手をかけると、重々しい手応えとともに少しずつ開く。ここは部屋中を埋め尽くす琥珀色の本棚に所狭しと並べられたたくさんの本。琥珀色はオレンジっぽいというか黄金っぽいというか、そんな感じの色だよね。天井にはランタンを変形させたような繊細な形のシャンデリアが揺らめいている。檜山さんに言われた書庫を
だよね、きっと。本が何百冊、何千冊、自由に読んでいいのかな。すごいサービス。まあおそらく一つの棚で200冊ぐらい入ってそうな感じもするので、まあ何千冊どころか何万冊規模かもね、この感じだと。というのもね、昔俺古本の仕事もしていたことがあったので、まあその経験上そんな感じかなと思いました。まるで秘密基地のように現れた空間に胸が高鳴る。シェイクスピアにディケンズ、ルイス・キャロルにコナン・ドイル、著名な英国人作家の作品が言語版と日本語版と2になって並べられている。あ、これこの前檜山さんと話した魔法学校が舞台の小説だ。まあやっぱハリーポッター的な感じなんでしょう。確かこの巻で挫折しちゃったんだよね。そうそう、一気に新しい組織の大人が大量に出てきて、私は思わずかつて止めた本のページをめくっていた。どこからかちゃんと覚えてるんだね。まあでも確かにね、幼少期だったら理解できないけど大人になったら理解できるっていうのはあるよね。まあこのスタマイもその側面はあるのかもしれないけど。どれくらい時間が経ったのだろう。嘘、新しい先生は最初から敵がすり替わってて、本物の先生はずっと地下室に閉じ込められてたの。私はすっかり物語に引き込まれ夢中になって読み進めていた。まここじゃなくってもっていう気もするけどね、読む場所。これは後で檜山さんに衝撃を報告しないと。まあでも檜山さんと共有できる話題だから今読む価値はあるか。前回読んでた感じだったし今更だろうけど。すごい音。突如外から轟音が響き渡った。厚い壁に覆われた書庫からもはっきり聞き取れる大きな雷。もしかしてついにここまで雷雲が天気予報当たってます。まあ雨の予報は当てやすいって言うけどね、雪は難しいって言うけど。あ、お客様。廊下に出ると大きな鉢植えを持ったメイド姿の女の子とすれ違う。自然と英語が出るあたりネイティブスピーカーなのだろう。あ、さっきのセリフは本来は英語だったってことね。すいません、はしたない姿を。いえ、それは大丈夫なんですが。室内で大きな鉢植えを持っててちょっと焦った様子ってことは、もしかして風雨対策をしているところですか。こっちも英語なんだろうね。はい、もともと今日は招待客の方のみでしたので、スタッフも普段より少なくって、今檜山社長とともに全員で外の鉢植えを回収したりシートをかけたり。檜山さん、やっぱり私を迎えに行ってる場合じゃないくらい忙しかったんだ。あの、それ私も手伝わせてください。のんきに本読んでる場合じゃなかったね。そんな、お客様は檜山社長の大切な方と。大切な方ってきっとお客様としてだよね。まあその意味合いもあるんでしょうけれども、檜山さんにそう思っていただけているのは嬉しいけど、だからこそ英語の会話で微妙なニュアンスや表現を考えている余裕はない。私も檜山さんが大切なので、彼の大切にしている草花を守りたいんです。もともと急な宿泊でしたし、ぜひ手伝わせてください。まあありがとうございます、助かります。なぜか感激したらしい女の子は鉢植えを抱えたまま目を輝かせた。どんなニュアンス、どんな単語で言ったのか気になるけどね。なんか過剰に喜ばれているような気もするんだけど、後々この辺は答え合わせがあるんでしょうか。それだけ猫の手も借りたい状況なんだろうな。腕っぷしなら自信があるので任せてください。私はブラウスの裾をまくり上げ、彼女と共に足を早めた。女の子と手分けをして裏庭に並べられた鉢を中に入れていく。クソアキ様、これで最後の鉢植えです。それじゃあ私が運ぶから。私は防風シートで花壇を覆います。よろしくね、連携しっかり取れてる。クソアキ、何をしているんだ、客人なのにね。あ、暴風対策です。それは見ればわかるやつ。檜山さんも彼女と一緒に暴風シートを引いてあげてくれませんか。一人じゃ大変なので。檜山社長に指図できる人なかなかいないよ。まあこういうところも彼の気持ちに刺さるのかもしんないけど。
わかった、ここでの優先順位はそっちと。驚きながらも檜山さんは手早く花壇を保護していく。今また雷が光りましたね。蜂を保護しなくちゃいけない場所はここで終わりで大丈夫？はい、他の場所はすでに終わっているので。よし、早く終わらせちゃいましょう。クソアキ、お前は。檜山さんはここのバラの固定をお願いします。バラを支柱で固定する作業だけは全部自らやってるって聞きましたよ。ああ、尽力感謝する。怒ってるわけではなさそう。まあなんなら彼が大切にしているものを大切にしてくれるっていうのは彼の気持ちに刺さるでしょうね。そうしてなんとか雨が本降りになる前に作業は終わり。まあ男のこだわりは干渉せずとも理解するくらいの距離感がちょうどいい感じはするよね。ごくごくごく。ぷはー、体を動かした後のイギリスビールは最高ですね。まるで CM。 クソガキ様、すごくいい飲みっぷりですね。よろしければもう一杯いかがでしょうか。ありがとうございます、ぜひ飲みます。は、私もともと招待イベントで貸し切りだったこともあり、今夜の客は私一人。スコットランド出身の人気シェフが監修したというお料理はきらびやかで、同じテーブルでは檜山さんが穏やかな笑みを浮かべている。優しい表情。もしかしなくてもすごくはしたない姿を見せていたんじゃ。すいません、ついビールが美味しすぎてですね。謝るのは俺の方だろう。客人に仕事を手伝わせた上、それを良しとしてしまっている。え？彼女は英国で身寄りがなくなったところで親類のつてをたどってここに来た。いくら英国を模しているとはいえ、ここは日本の固いながら英国から単身来て戸惑うことも多いと聞いていた。檜山さんがたどった視線の先には一緒に鉢植えを片付けた女の子。今は満面の笑みで両手に英国の瓶ビールを抱えている。檜山さん、酒代はきっちりお支払いさせてください。空にする勢いで飲みますから、お金を落とすってやつね。潰れない程度にたしなむといい。クソガキの飲みっぷりは彼女にとっても愉快なようだ。はい。それからは肩肘張らずビールを開けてゆっくり語り合うことができた。そうか、あの小説の続きを読んだのか。はい、まさか魔法で地下室が作れるなんてびっくりして、トリックにも話の展開にもゾクゾクしました。あのシーンは当時俺も心動かされたな。心底怖いと思った。え？あ、ちょっと違う感想も抱いている。檜山さんに怖いものがあるなんて。いや、人間なんだし当然だけど。あ、この辺は檜山さんのトラウマに迫る話かもしんないね。どこか実感がこもった言葉に一瞬酔いが覚める。一度訪ねていたならよかった。夕食後にショコへ来てくれ。ハロウィンイベントのハイライトはショコで取り行う予定だ。ショコでですか？食後の酔いを覚ましつつショコへと向かう。あんまり飲みすぎちゃうとこの後楽しめなくなっちゃうもんね。再びゆっくり扉を開けると、じゃあフィナーレを迎えましょう。ようこそショコへ。檜山さん、こちらにいらっしゃったんですね。夕食後急にいなくなったと思ったら。少し準備が必要だったからな。魔法をかけるのにも呪文を練習するのと同じだ。相変わらず異世界のような空間でソファーに座って微笑む檜山さん、似合うよね。こんなに異国の雰囲気が似合う人って他にいない気がする。机の上には昼にはなかったジャックオーランタンがぼんやり光ってる。つまりこのランタンを準備したのは檜山さんですか？つまりって勝手に頭の中から言ってるけど。ああ、一説ではこのランタンは悪霊を追い払う効果があるらしいな。悪霊とか魔法とか檜山さんが言うとちょっと意外な気がします。まあそういう非現実的なこと信じるんだみたいなところはあるよね。俺だって幼い頃には魔法使いを夢見たし、超常現象を恐れた。夢が現実になったらどんなにいいか無双したこともある。ああ、私も同じです。朝起きて
自分が魔法使いとかお姫様になれていたらって20年前の話ですが。うむ、存外俺たちは思考が近いのかもしれないな。いや、この手の妄想は大体みんなするものかと。そういうものか。ただ俺は今でも夢を見ているが、魔法が使えたらいいのに、と。そうつぶやいた檜山さんは立ち上がって一冊の本を手に取る。まあ、かたやこっちもね、コックローチを退治できたらいいのにっていうね、魔法使えたらいいのにって話を考えてもいましたが。そして本棚の奥へと手を伸ばし、何かを押した。あ！雷かと思った。本棚の一つが奥へと、なぜか壁の奥へと自動で下がっていく。やがて人一人が入れるくらいの大きさで本棚の奥に空間ができる。そして動いた本棚は横へスライドしていく。こんなの魔法じゃないですか。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない、そういった作家がいたな。得意げに微笑む檜山さんの背後には隠し階段が現れていた。階段を登るぞ。狭いから足を滑らせないように。あ、はい。真摯なリード。自然に腕を取られ、狭い階段を登っていく。まるで秘密基地を案内する少年のように、その瞳はキラキラと輝いていた。まあ、男は永遠に少年の要素は持っている気はするね。まるで少年って感じだな。仕事人として一流なのも、全く違う熱意で草花をめでるのも、もしかしたら彼にとっては夢を追う一環としてつながっているのかもしれない。まあ、この要素はあるだろうね。まあ、仕事もゲーム感覚に近いというか、うん、そうやって楽しんでやるところはあるでしょうね。そう思ってしまうくらい檜山さんの手を引く力は強い。この階段の先に待っているのは、なんでしょうね。サプライズ。すごい、映画の中の世界に迷い込んだみたい。やるならば徹底的にやるのが信条だ。まあ、お掃除大変そうだけどね。実際のハロウィンイベントでもこの部屋に案内するのがハイライトになっている。最高ですよこの企画。だろうな、クソガキの顔でわかる。だってもう今ワクワクが止まらないですもん。夢は所詮夢で、小さい頃に忘れてしまったけれど、檜山さんは少年時代の夢をこんな形で現実に。まあ、潜在意識としてこういうものを実現したいって思いはみんな抱いているはずだから、そこを掘り下げてくれてるんだよね。そこに水を差すように今度こそ雷。突如窓から差し込んだ閃光と雷鳴。檜山さんが一瞬立ちすくんで、あの、もしかして檜山さんって雷とか苦手だったりします？なぜそう思った？思い返せば今朝から雷が鳴ると檜山さんが反応していたような。まあ、隙は見せない男なんだけどね。クソガキに隠し事をするときには細心の注意が必要だな。え？それは雷が苦手ということへの肯定か、それとも何か隠し事をするって前提の宣言なのか。秘密基地も隠し部屋も一人でいると虚しいだけだ。それこそ地下室に閉じ込められていた教師のようになってしまう。この辺トラウマも関わっていそう。ネタバレになりそうだからあんまり言わないけど、檜山本編を詳しくはご覧ください。じゃあ今日ここに来てよかったです。突然一人だけお邪魔してどうしようかと少し思っていたので。お嬢さんは他人に誘くて自らに疎いのがたまに傷だな。するりと手の甲が取られた。正面に回った檜山さんがなぜか私にひざまずいている。え？突然の状況に全く頭がついていかない。今朝から終始油断しきりだったからな。俺も男の端くれだ。無防備すぎないか。握られた指先の硬い感触に、熱に、いやおうなく心拍数が上がって。油断してきたからには一曲共にしてもらおう、お嬢さん。はい？一曲共にとは？
ダンスホールここ。ファンタジー小説のハロウィンといえば、舞踏会がつきものだろ。ああ、そういえば、あの小説にも似たようなシーンが。で、私の踊りの腕が壊滅的なのはご存知ですよね。昔、豪華客船に潜入するときにしごかれていたな。うう、あの時のことは。0時を過ぎてもお嬢さんといたいと思った。そして、今は。0時を過ぎても構わないだろ。折りよく壁時計が0時を告げる。測ったように。差し出されたままの手をひざまずく檜山さんを足蹴にできる女性なんていないだろう。でもここにいる。雷が止むまでくらいならご一緒しますよ。雷雲に猿なと願うのは人生で初めてになるな。うん、この言葉によって雷が苦手だっていうのは肯定することになるね。決して踏み越えない一線を破るように檜山さんが私に歩み寄る。片手を組み合わされて、もう片方の手を腰に添えられ、吐息を感じる。相変わらず檜山さんは余裕の表情のままで、本音は見えない。豪華客船で踊ったあの日、0時前に別れたことをシンデレラと言われた。でも今0時を過ぎて二人で踊り続けるこの時間は、解けない魔法をかけるのは勘弁してくださいね。ん？俺は単なる男だ。残念ながらそんな力はない。どう考えてもそんなことは。優雅なステップを踏んで、やけに速度はゆっくりで、私に合わせてくれているのは明確で、何も言えなくなってしまう。雷のことも地下室に関する何かも、私には何も踏み込ませてくれないのに。まあ弱み見せんのは恥ずかしいからね。幼い頃、目を閉じて見る夢に、目覚めた朝に希望を抱いていた。もう少し踊っても構わないか？もう雷聞こえませんけど、意地悪。ああ、だから今朝と同じで、俺のエゴだ。おお、正直に言った。ならば今、目覚めたままで見る夢は、彼が自分の手を取るこの時間は、一体何の冗談だろう。檜山さんはしばらく私を話そうとしなかった。ハッピーエンド。というわけで、物語に誘われていかがでしたか？時系列的には檜山本編で関係性が本格化する前といった内容だったけど、後にこのストーリーを手掛けたライターさんが檜山本編を通しての全体的な修正部分と彼の本音編や第2章を担当されることになるんだよね。結果的に檜山本編はメインストーリーからの分岐ということもあって、冒頭部分がメインストーリーも手掛けたライターさんで、第1章は他の乙女ゲームのストーリーも手掛けてきたような別のライターさんで、そしてそこに今回のライターさんが加わる構成になっているようなんだよね。まあ、そういった意味でも檜山さんの人生を一緒にたどれるようなストーリーにもなっていたのかなという気がいたしました。檜山本編をご覧になっていない方はご自身でプレイいただくか、俺も実況プレイしているので再生リストを漁ってもらえると嬉しいです。その他も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録をいただけると嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。